年末になると来年のこう何々をやりたい、何々をやりますとかっていう人結構いると思うんですけど、それ新年迎えてその年になっても大抵やらない。来年なんでまたいでやらなきゃいけないの、今すぐやりなさい。皆様明けましておめでとうございます。2022年もよろしくお願いします。感じました。はい、 UT チャンネルということですね。皆様明けおめです。今ですね、1月1日見えるかな、新年早々一発目に撮影をしております。今ヨミッティにねカメラを持っていただいて、今回やる企画なんですけども、サッカーフットサルやられる方は必ずやると思います。新年に初蹴りにちなんだ企画をやっていきたいなと思います。その名もファーストテイクリフティング、一発撮りのリフティングをやりたいなと思います。今ね、ボールを持ってるんですけど、ノーアップ。まだ一回もこう、ボンボン蹴ってないです。朝日がマジで眩しいわ、これ。ちょっとね、何回リフティングできるかっていうのはちょっと大人になって、子供の時はね、なんか、100回行ったぜ、200回行ったぜみたいな回数をやったことあるんですけど、大人になって回数を意識したことがないんで、実際何回できるのかなっていう。記憶にあるのは500回はやった記憶はあります。ちょっとそこまでね、いけるかちょっとわかんないんですけど、てかやれねえと思うんだよね。本当に寒いですよ。指がもう凍るのよ。多分ね、今ね、マイナスぐらい。0度とかじゃない？多分気温が。いつもね、編集でカットとか入れるんですけど、カットとか入れちゃうと一発撮りにならないんで、よろしく頼むぞっていうやつが流れた後はもう、ノーカットで行きますので、何回で行くか皆さんも予想していただければなと思います。はい。レッツー、初日の出バンブラ。OK。寒い。よろしく頼むぞ。じゃあ、こっからね、ノーカットでやっていきたいと思います。で、ルールは、もう、手以外のとこだったらどこでも OK で、もう何回でも続ければ OK。で、休みはなし。足に乗せたりとか、首に乗せたりとかで、ちょっと一回休憩っていうのはなしで、とにかく続けまくるという感じでやっていきたいと思います。目標は2022回だけど、まあ、まず100回頑張ります、100回。はい。で、ね、途中でね、数数えられないかもしれないから、テロップで1、2、3、4、5って入るかもしれない。で、多分入れるわ。今10回とか。はい、やっていきたいと思います。じゃあ、読みってカメラワーク頼むね。ちょっとね、朝日がやべえ。すげえ、救急車？消防車？よし、行こう。じゃあ、行きます。うわ、しょ、ボールも勝て。うわー、ノーアップでやるのちょっとマジ緊張するわ。どうしよう、10回で終わっちゃったら。ごめんなさい、10回とかで終わったらごめんなさい。まあでもこれが初蹴りなんで。よし、行こう。いきます。30。やべ、危ねえ。80いったかな。90。100。よし、もう切った。きつい、もうやばい。はい、終わり。ちょっとね、もう目がやばい。ごめんなさい、もう言い訳。でも初蹴りいいね。ちょ、目が痛いわ。はい、いかがでしたでしょうか。ごめんなさい、100回見たと思う。言ったよね。あ、ちょっとね、動画確認しますけど、多分100回はいたから、もういいかな。はい、ちょっとね、マジで寒い。本当に。すごいね、朝からバスケやってる人もいるし、元気だね。はい、もう本当、正真正銘のね、一発撮りをやったので、ちゃちゃ丸どうした？寒い？すげえ震えてるよ、お前。まあ皆さんもちょっとこういう、朝早くからね、ちょっとやってみてはいかがでしょうか。もう1月過ぎてもこれ6時ぐらいに上がるから、これ見て、1月2日の朝とかね、
ちょっとやってみてください。寒い中一発撮りノーアップでいい年を送れそうな気がします。まあ、ゆってぃチャンネルもね、まあ、1週間に1回程度の更新ですけど、またいろんな企画、新たな企画もやっていきますので、今年もよろしくお願いします。この動画が良かったなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。2022年もよろしくお願いします。はい、じゃあよろしくお願いします。バイバーイ。